えー、こんにちは荒木和弘です、えー。令和2年6月29日月曜日のビデオメッセージをお送りします。えー、今日のお話はあのちょっと韓流ドラマの題材です。えー、私たちがあの協力してやっている北朝鮮難民救援基金。 理事長の加藤洋さんはあの調査会のその後プロジェクトの特別顧問もしていただいておりますこの北朝鮮難民救援基金の,このニュースレターにですね韓流ドラマ「あの愛の不時着」についての記事がちょっと載りましたでこれはのお話はですね えーまあ、韓国の、まあ、大金持ちのお嬢さんが、えー、パラグライダーをやっている途中でですね誤って北朝鮮側に不時着してしまったとでそこで北朝鮮の人民軍のお、まあ、軍人とのロマンスというか、えー、そういうようなお話だそうです、で実はあの私、人から勧められているんですがまだあ見ておりませんあの、えー、見れるようにはなっているんですけども。 ちょっとなかなか忙しくてです、ね、であの一旦見るとやめられなくなりそうなんで、えー、見てないです、えー、ただ、この難民危機器のニュースの中に書いてあったことですごく面白かったのは、あのこれをですね脱獄者の方々が見て、すごく面白いと、えー、言ってハマっているという話でした、まあ、韓国で作っているわけですからあの、まああの、北朝鮮の描写とか、ですね、えーまあ、あの基本的には韓国政府がやだという,ようなものはやりませんから。 あ,のあんまりこう真実味がないんじゃないかと思ったんですけどもそうじゃなくて、えー、脱走者の人が見ても非常に面白い、えー、ということだそうですで、えー、実は何が言いたいかというとこういうものが韓国から北朝鮮に入るとですね、えー、北朝鮮の社会は明らか間違いなく崩壊に近づくということですであの今韓流ドラマはですね北朝鮮の中で蔓延していますで例えば今日 放送されたドラマがです、ね、もう明日にはあのピョンヤンで見られるというような話なんだそうです、えー、で途中をです、ね、こう経由しているう商売やっている人たちもともかく新しいものをくれというふうに、えー、要望してくるという話でしたで、えー、多,くも多くの人が見ているとでおそらく取締りをやっている人間も見ていると思います。 で昔は、ですね、こういうものがあの例えば、まあ、今だったら USB やなんか多いですけども DVD とかあるいはもっと前は VHS のビデオとかですね、そういうものが入ってきたらばあ見つかったら大変なことになりましたおそらくもう公開処刑とかですね、まあ、収容所送りとか、えー、なったんですけども今はもあまりにも多すぎてですね、取り締まりができない。 時々、あの見せしめ的に捕まえてですねあの公開処刑したりとかしてるみたいですけども、でも現実にはほとんどはですね、えー、見つかったとしてもワイを渡せば、えー、もうやるなよと言って、でですねで没収して、えー、行ってしまうと、で没収したやつは、ですね没収した人間が見て、でその後また市場へ売りますから、そうするとですね絶対なくならない、えー、ということです。 でそういう中で北朝鮮の社会はですね、もう情報のところで、えー、どん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 ん変質をしていると、まあ、こういうのが広がればですね、もういくらその主体思想がどうだとか、えー、金正恩同士の革命伝統がどうだとかそんなこと言ったって誰もあ耳を傾けなくなってくると思いますいわんや金ム・正なんてたって何者だという話になるでしょう。 ひょっとしたらキム、ね・ヨジョンがこの愛の不時着とか見て、えー、私も行きたいわなんつってです、ね、逆に、えー、韓国側に不時着したいと思っているかもしれないです。えー、というようなあの状況になっています。でこれ実はあのかなり昔からです。えー、昔あの、外務省の友人から聞いたことありますが、あの北朝鮮のですね平壌外国語大学で、えー、まだ当時 VHS だと思うんですけども、 これ日本製なのか、あるいは韓国製なのか知りませんが、ポルノビデオが流行していると、90年代の確か前半ぐらいだったと思います、ですから今からもう30年ぐらい前ですね、その頃だったんですけれども、その頃だったら、本当に見つかったらもう一発で銃殺です、それでも見たいという欲求があった。 えー、やっぱり日本人間の,あの知りたいとかですねそういう欲求ってでも本当に絶対止められませんからこれがひょっとしたらあの北朝鮮を。 変えていくことになるのではないかと、まあ、我々の潮風に、もう続けざまに電波妨害をやってくると、この間24日に周波数を変えたら、もう26日には、えー、妨害電波を流してきたというのは、まさにそういうことだと思います、えー、そういう意味では、あの北朝鮮の状況は今、本当にです、ね、変わる一歩手前まで来ているんだと思います。えー、今日はちょっと寒流ドラマを題材に えー、北朝鮮の内部のお話をさせていただきましたありがとうございました